なんすか、筋トレしてねえ人みたいな。はい、こんにちは、なすけです。ということで、今回はですね、どうも、筋肉です。どうも、筋肉の弟子いちごです。あ、筋肉の弟子なんですね。筋肉だ。筋肉なんですね。筋肉。今回は、なんと僕実は前回サイヤさん家に来た時に、うん、大会に結構悩んでますっていう話を、はい、言ってたね。はい、させていただいてて、サイヤさんと横川くんは同じ団体、うん、じゃない、うん、JBBF、はい、で JBBF って僕大会出たことなくて、うん、今年初めてフィジークっていうのを挑戦しようかなと思ってるんですけど、当初俺は JBBF しか選択肢がなかった、うん、団体がもうそもそも、うん、JBBF だけ。俺は最初はそっからベスボができたりとか、7年8年ぐらい前、その時の選択肢というかはもう本当にボディビルしかなかった。へえ。そっから俺は JBBF だから、はい、こだわりつかなんかもう JBBF だなって感じ。そうなんですね。そう、一回ベスボとかも出てるけどね。あ、そうなんですか。調子こいてカメハメハとかしたんだよ。こうやってもうポージングでめっちゃ落とされた。ふざけんだよと思ったもんね。これやったんだよ、ポージングの時に。そんなみんなやっぱふざけてるんですか。ふざけてなかった。多分言われてなかったからね。言われてない。カメハメは禁止って言われてない。言われてないんだよ。それはやるわ。最後なんか3ポーズぐらいだったから、最後俺元気玉やったから。しかもこれちょっと俺も多分 JB しかなかったと思う。俺初めて出たのが2015年のオールジャパンだから、うん、はい、俺が出たの第2回大会だったから、うん、フィジークまだ多分 JB しかやってない。やってない。あ、そうなんですか。そう、うん、JBBF が一番最初のフィジーク。どうでしたっけ。多分 JB がほぼ、あ、でもベストボディのフィジークにも俺1回出たんだ。あ、ベストフィジークね。そうそう、それが一番最初の大会で。筋トレとかしないの。筋トレ歴0年で出て準優勝ぐらいだった。そんなことは可能なんですか。その次の年に JB のオールジャパンってなるの知って、はい、これ優勝すればもう一気にお金も入るしみたいな、超スーパースターだぜみたいな感じでやって、すべ、はい、て生活を注ぎ込んでやって優勝したら商品プロテインだけ。おい、聞いてないよって。スーパースターになるんじゃねえのか俺。その次の年か、年かボディビルが。ね、ボディービルはもう誰でも知ってる競技じゃん、一応、うん、名前ぐらい知ってるじゃん、うん、ここで優勝すればこれお金持ちになるな。なるほど。スーパースターだみたいな。なるほど。2019年ボディービル日本一になって、はい、商品プロテインだけ。おいおい、なんでそれ最初に確認してないんですか。商品。ルカ君は筋トレ歴4年ぐらいで日本一になってるから、ね、うん、ボディービルですよね。そうだね。ナースケの年ぐらいにはチャンピオンになってるんで、日本一なんですね。人生かけて日本一になった代償として、その頭の知能とかお金とか全部失ったからね。俺追い込みすぎてか分かんないけど、うん、記憶がないの。前の記憶がない。最近はあるよ、大会出した時とかの記憶がほぼ毎日一緒のことしかしてないから、トレーニングして寝てご飯食べてしかしてないから、うん、同じ日々なの。そうかそうかそうか。でもね、記憶がないの。あ、今言ってるのすげえとってつもない昔の記憶が消えるぐらいの努力とトレーニングのうまさ半端ない。でももちろんあのでかくなるっていう才能もあると思うけど、まあ天才だよ。でもちょっとだけ真似しただけで俺めちゃくちゃ体変わったから、本当にちょっとだけ横川式を取り入れただけでまあ変わったよ。ダンスケにもやったら変わるよ。うん、絶対変わると思う。絶対変わる。そうですか。うん、フィジークでやっぱ戦える体になりたいっていうのは、うん、筋トレした時からあって、フィジークすごいかっこいいなってずっと思いながら、やっぱり動画とか見て筋トレして見よう見まねにやってきたんで、僕的には団体選びがすごいもう3ヶ月から本当にずっと悩んで、まあ悩んだもんね、あの時ね。俺はオールジャパンで結果残してないから何とも言えないけど、まあでも初期のオールジャパンで俺はなぜか5位にも入ってるけどね。ああ、そうなんですか。だから俺はフィジークで勝てねえ、あーダメだと思ってめちゃくちゃ体変えて、ダメだ俺フィジークで終わりって思って、そうなんですか。でボディビルになった。本気でやんないと絶対勝てないし、オールジャパンに行くのも結構難しいと思うから。大きい人多いしね、今フィジークでも、ね、大きい人多い、うん、結構頑張って気合入れて筋トレしないと。そうやりゃ変わるから、ね、やりゃ変わる。確実に地方大会によっては3位、3位って結構レベル高いよ。でも地方大会で3位だと、はい、オールジャパンだったら大体予選も。なるほど。そうだね。俺は石川の方の大会も3位だった、うん、オールジャパンだったらまあやまあまあ引っかかんなかった。地方とかの大会で結構ガンと勝ってなんかすごいの出てきたぞみたいになると、多分オールジャパンでも決勝のまあいいとこまでいけるかもしれない。だからもう圧倒的な差をつけて優勝しないとオールジャパンのでは戦えない。
すごい悩んでた理由としては、僕は結構正直なところで負けをが怖いんですよね、うん、すごいそういうことね、はい、まあ、同じ人間だから相手はって思ってた俺は。フィジークかボディービル行くとき、はい、その時鈴木雅史さんが日本チャンピオンずっと連覇してて、うん、もう最強チャンピオンみたいな、うん、その時からフィジークが転向する段階で負ける気しなかったし、うん、同じ人間だしみたいなやりゃ勝てるやろみたいな感じだって俺は。そんなノリだった。マインドがちょっと違うんだよな、よく変わった。まあ、そのノリでそこまで行くのはやっぱ天才、うん、天才すぎるんだけど、俺は当時東京オープンっていう大会に出て勝ってたらいいなぐらいだ。5月に東京オープン出て YouTube 撮るでしょみたいな、でフィジークも出るでしょみたいな感じだったから、だからあんま結果残せなかったんだよね。で俺の目標は東京オープンだったから、今なんかもうバカみたいにオーバーワークだーとか言いながらやってるけど、やっぱ目標の設定が変わったのさ。去年ちょっと俺コロナの東京オープン出れなくて、その間になんかあの中山筋肉とか小原さんとかが優勝して、うん、で俺めちゃくちゃあの時絶望だったの。うわ最悪と思って、その時にちょうど横川君にトレーニングを初めて行ったわけじゃないけど3投のフルセットで教えてもらって、トップはこのボリュームかみたいな、その時にちょうど初めて知って、このボリュームでこんな腕だけでこんなことやってるのかみたいな感じで、このボリュームだけでもちょっと真似しようと思ってやったの。ハイボリュームで俺動画にしまくったら世間にオーバークオーバークって言われたの、うん、すぐ体が変わって、それ大会出たら結果が出て、まず横浜をこっち切りで優勝して、その後俺が今まで出ようと思ってなかった東日本クラス別って出て、まあ、あれは2位だったんだけど、あれ俺全然上の大会で結果出たぞみたいな、うん、でさらに上の日本クラスですって言って、体重別の日本一を決める大会に出て、その65キロで7位入って、東京オープン目指してた俺が65キロの7位になっちゃったぞみたいな、で日本選手権まで行っちゃったみたいな。だから最初俺東京オープンしか目指してなかったから、で横川君のそのトレーニングの凄さとか知って真似したらそこまで行っちゃった。目標も変わっていったっていう感じ。俺も日本選手権ファイナリスト、もしかしたらワンチャン俺の人生すべてを筋肉に全振りしたら顔立つできるかな。今すげえ筋トレ楽しい。今まで俺負けばっかりだったから、でこっから先がちょっと楽しみ。多分本当に下克上なの。まずボディービル転向します言った時にチャンピオン鈴木さんだったから、うん、いや無理でしょみたいな、みんなめっちゃ言われた。ああそりゃそうだ。で3年で日本一になるってずっと言ってたからね、うん、そのジムの人とか、はいはい、まあ、普通に苦笑いで終わらせられるわけよ、はいはい、でも別にお前俺じゃねえしみたいな思ってたから、結局最後俺優勝した時鈴木さんは出てなかったけど、でもそもそも始めた時にもう同じ人間だからやれば勝てるでしょぐらいの気持ちで始めたし、負けたくないんだったらもうやるしかないよね、とことんやるしかない。他の人より真面目なこと言っちゃったな、お前。真面目なの、まあそういう真面目なのもやっぱいいと思うけど、俺は真面目なこと言っちゃって、やっぱ俺チンコ出そうかな、俺。結論、横川式をやれ。ありがとうございます。じゃあちょっと僕も頑張って成績残せるように頑張ります。久々にフィジーク見に行こうか、そしたら今年。え、本当ですか。ちょっとその時はご連絡します。いくら貸してくれる？え、本当に分からないんですか？マジでいや、そうなんだよ。後で消費者金融のカード見せてあげる。筋肉に全振りした結果、だからお金の結果はしなくなったんだ。そう、しなくなった。もうね、何も考えられなくなっちゃって、もう筋肉のことばっか考えて。筋肉最優先です。そしたらなんか、気づいたら借金めちゃくちゃ増える。え、筋肉増やしてたらお金なくなった。計算せずでカード使うからそこまでいったらトップなんですね。そこまでいったらあなたの筋肉がでかくなってますなんすけど、とりあえず消費者金融で金を借りろうん、あ、紹介する。今ちょうど消費者金融の名前言っていいか分かんないけど、ある会社は紹介したら俺にキャッシュバック横川君とさやさん、ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いしますということで、皆さん動画見てください。はい、さようなら。